公立総園小学校は、北海道札幌市中央区にある公立小学校。1928年開校。狭い敷地と2011年に改築された開放感のある新校舎が特徴である。戦後は、近隣の小学校に先駆けて、児童の読書時間を設定したほか、2000年代には、外国語青年招致事業、NIE、環境学習にも力を注いでいる。 JR 総延駅から南西約500メートル住宅街の中に位置する。敷地は市道に囲まれた100メートル四方の正方形に近く学校教育施設としては狭い部類に入る。校舎の北側に低い屋内運動場が配置されているため敷地内外の日照への影響が低減されている。敷地南側の樹木は保存されて通学路として整備され車両動線を 西側からとして、歩車分離が進められている。運動場の面積を確保するためプールは屋上に設置され、正面階段横には、児童の憩いの場として、小スペース、電が設置されている。また、校舎中央には、光庭が設置されて、東西の教室群に、自然校が入社するように設計され、校庭に面した各階のテラスは、階段上に接続されており、 開放感を感じさせる構造になっている。NIE が実施されている。2021年には、北海道新聞の記事、地下保開通10年を題材に、資料を用いた文章の作成の授業が5年生を対象に実施された。また、環境学習として児童は、草園 SDGs ポスターを制作しており、NIE もそのポスター制作のための理解を深める段階として活用された。 外国語青年招致事業にも力を入れている。1998年度には札幌市立白洋小学校とともにアイスホッケーメイプルシロップを用いたパンケーキ作りドリームキャッチャー作りなどに代表されるカナダ文化教育が行われた。この活動はカナダ文化教育を立案した教員から他の教員への刺激となり、その後はインドネシアや中国、韓国の学生が 両校の国際理解教育へ参加した。1928年、草園に開校。草園という地名は、開拓士が桑の苗を植えて、桑畑を開いたことによる。太平洋戦争終戦後に、学校図書館運動が盛んになる頃には、札幌市立山花小学校をはじめとする他の小学校に先駆けて、児童が自由に図書室や学級文庫などの書籍を読む。 ことのできる読書時間を設定した。この活動はやがて近隣の小学校にも波及していった。2010年6月から2011年3月にかけて校舎の改築が行われ、現在の校舎になった。工事は伊藤組土建が主導した。ありがとうございます。